リトル・マーメイド・アリエルのアンダー・シー・アドベンチャーは世界のディズニー・パークにあるアトラクション。貝殻型のライドに乗ってオーディオ・アニマトロニクスによって表現された映画リトル・マーメイドの世界を体感できるダークライドタイプのアトラクション。マジック・キングダムではファンタジーランド拡張計画の一環としてアンダー・ザ・シー・ジャーニー・オブ・リトル・マーメイドの名称でオープンした。 アトラクション外観外装は20世紀の水族館をモチーフとしているパラダイスガーデンズパークに配置されている。ここ限定の特徴として映画秘密兵器リンペットの登場キャラクターであるミスターリンペットがカメオで登場している。秘密兵器リンペットは他社であるワーナーブラザースの映画ではあるが、 数多くのディズニー映画に貢献した俳優、ドンノッツの功績を称いてのものである。アンダーザ・シー、ジャーニー・オブ・リトル・マーメイドは、マジック・キングダムのファンタジーランドのエンチャンテッド・フォレストに配置されている、ダークライド型アトラクションである。名前は、カリフォルニア・アドベンチャーのものと異なるが、ほぼ同内容のアトラクションである。外装は、エリック王子の城をモチーフとしている。ありがとうございます。